手合わせならいつでも付き合さん、早く来ちゃってごめんなさい。大丈夫そう？うん、スクローズ、私今準備してて。なんだ、もしかしてもう約束の時間なのか。本当にごめん。私気を楽にして、私たちも合流したばかりだから、道がわからないかなと思って迎えに来たんだ。うん、お前たちと一緒に行くよ。それでスクロースが言ってた件は順調に進んでるか？まだ話の途中だったから続きを話そう。次は三つ目だったよな。嘘をつかない人。どうかな、あいつのあの身分で全く嘘をつかないなんてことは難しいと思うぞ。じゃあガイアは人当たりが良さそうな騎兵隊長だけど。いよいよお前もけどって思ってるんだろ。あいつを見る限りめちゃくちゃ嘘が上手だぞ。絶対に正直な人生なんて送れないに決まってる。返す言葉もないよ。吟遊野郎、あの吟遊詩人のことだけど、あいつも絶対こんな基準はクリアできないぜ。毎日嘘ばっかりだもんな。他のやつは？代理団長のジンさんはすごく威厳のある女性だけど、私が知ってる限りだと身近な人の面倒を見るためにたまにいろんな方向からみんなをフォローすることがあるの。例えばリサさんが図書館に入り浸っていたせいでパトロールの時間を逃しちゃった時なんか、ジン団長は「リサは今体調を崩してて」とか言ってあげてる。あとはクレイちゃんをあやすときも、大きな魔物は夜にちゃんと寝ない子を捕まえるって言ってたりとか。これって基準を満たさないことになっちゃうのかな。確かに嘘はついてるけど、こういう善意のある嘘であいつを外すのってなんか。たちが厳しすぎるんじゃないか。私、教会のロサリアさんは嘘つかなさそうかなって思うんだけど。あ、コレイさんはロサリアさんのことを知らないよね。威厳に満ちてて凛としてて、見た感じ近寄りがたいシスターさんなんだけど。だいぶ前、彼女が錬金場を通ったことがあって、私にアルベド先生のことを聞いてきたの。その時アルベド先生に何か用ですかって尋ねた覚えがあるんだけど、そしたら彼女はなんとね、アルベド先生みたいな賢い人には興味があるから助手の私に聞いたって答えたんだよ。当時の彼女の表情はまるで特にこれといった理由はないし、聞きたいから聞いたって様子で。
全然目的を隠そうとしなかったの。だから彼女はもしかしたら嘘なんてつく必要もないと思ってる人なんじゃないかなって。ロサリアは確かに喧嘩が得意そうだし、やばそうなやつに見えるよな。なんか嘘をつく必要があったらそのまま手を出しそうな感じっていうかさ。私もそう思う。それに教会のシスターから聞いたんだけど、ロサリアさんが合唱をサボるときっていつも急にいなくなるらしくて、言い訳すらしないんだって。すごいやつだぜ。はい、あいつをリストに入れようぜ。それならセノさんも入ると思う。うんうん、セノは見るからに嘘なんてつく気がなさそうだし、ロサリアを選んだ理由とちょっと似てるよな。じゃあもう一人、レザー。あいつは嘘なんて勉強する機会もないし、勉強したとしても嘘なんかつけないやつだ。だろ？私ももう一人思いついた。見習い騎士のノエル。あの子は本当に真面目だし、見るからに嘘がつけないよ。ほら、メモしてメモ。待って、あと一人。年中合成台の隣にいる。え？ティマイオスのことか？うん。彼は、その、実は、あの、ティマイオスは最近、恋愛にのめり込んでいて、誓ってたんだ。好きな女の子から OK をもらえるまで、絶対嘘の話はしないし、絶対に怠けたりしないって。こいつ、好きなやつができたのか？そうなんだ。誰だ？あ、お前は知ってるのか？私もまだ会ってないの。ただ、リーユエ出身としか。ティマイオスが言うには、話がとても面白くて、雰囲気も素敵で、顔立ちもとても綺麗な人なんだって。そういえば、ティマイオスの力になってあげて、好きな女の子から OK をもらうっていうのも、今回私がウィンドブルーム祭で目標にしてることの一つなんだよ。でも、そういうことってどう手伝うんだ？女の子への手紙には、どんな紙や封筒を使えばいいかとか、どういうプレゼントを送るのか、どうラッピングするのかを一緒に考えてあげることかな。うんうん、わかるよ。私もアビディアの森でやった。前、レンジャーの女の子を手伝って、その子が好きな同僚にラブレターを渡したんだ。そう、そういうこと。あとは彼が担当してる研究課題に関する雑務をやってあげたりとか。お礼にって、新しく作った冷却装置をプレゼントしてくれたの。使いやすいのか？とっても見た目が素敵だよ。それじゃ意味ないだろう。いいぜ。とにかくあいつは恋に溺れてるみたいだし、とりあえず言うことを信じてリストに入れてやる。それじゃあ最後は、永遠に終わらない伝説だね。これを聞いて誰を思いつく？リサさんとか？図書館司書って一番本を知ってる人なわけだろ？伝説とかって本の形で記録されるもんだよな。確かに伝説といえば子供の読み物、絵本とかを思い浮かべるかな。コレイはどうだ？きなりとの勉強で最初の頃は結構子供向けの本を読んでたって言ってただろ？私も入るのか？もちろんだよ。メモするね。私は錬金物質図鑑分析と活用、不思議な合成原理とか、生命の推論みたいな類の本が好きかな。そうだな。
タイトルもよくわからないぞ。もしかしたらクレイちゃんも入れられるかも。あの子の母親のアリスさんは有名な観光ガイドの作者だから、きっとあの子もたくさんの伝説とか言い伝えの物語に触れたことがあると思うんだ。よし、じゃあクレイも追加しよう。うん、そろそろいいかな。そしたら次はこのリストにいる人たちに予言に関することを聞きに行けばいいよね。みんな探すのか、結構多いな。そうだよね。じゃあ別々に行動するのはどう？その方が効率がいいと思う。いいぜ。あと情報収集にいい方法を思いついたんだ。わかった、そうしよう。旅人さんとパイモンはもう長い付き合いだから、二人が一緒で私とコレイさんが一組ね。じゃあそっちはすごいコレイと超頼れるスクロースに任せたぞ。うん、絶対力になるよ。私はすごいコレイだからな。おう、無敵のパイモンと旅人もすぐ出発するぜ。まずは拠点の安定している人から探そうと思うの。一箇所目は図書館にしよう。リサさんはそこにいるはずだから。拠点、なんだか面白いな。じゃあ、ねじろ？もうちょっと違うよね。それか、アジト。リサさんのアジトに着いたよ。なんだか私間違った単語でスクロースを引っ張ってきちゃった気がするんだけど、どうしよう。リサさん、あれ？スクロースにコレイ、どうして君たちがここに？コレイ、やっと来れたのか。もう頼むからさ、そういうダジャレとか寒いジョークはやめてよ。異国でダジャレキングにでもなるつもり？あれ、リサさんはいないの？驚いたかい？彼女は外出中なんだ。今は資料を調べている僕たちしかここにいない。俺は違うがな。俺は資料を調べてるわけじゃない。ただ先輩を探しに来て当てが外れただけだ。リサさんってセロさんの先輩だったんだ。ああ、彼女がスメールで指示していた先生は俺の恩師でもある。俺たちはソロン派の学生なんだ。なるほど。って違う違う、今日は聞きたいことがあって来たの。あのね、コレイさんと一緒にある予言を研究しているんだけど、皆さんの意見が聞きたいんだ。どんな予言だい？なるほど。この二人を探していたのは存在しない花のためで、俺を探していたのは嘘をつかない人のためか。ああ、その慌てて答えを出さなくてもいいよ。ただみんなにこのことを知らせに来ただけだから、ゆっくり考えてくれていいから。何か手がかりがあったらスクロースボックスまで手紙を書いてくれたら嬉しい。スクロースボックス？うん、来る途中で考えたの。この問題たちって捉えどころがなさそうに思えるけど、研究しがいのあるいろんな細かなことと関わってる可能性が高い。二言三言じゃ説明できないと思って。だから
合成台の隣にメールボックスを作って、みんなが言いたいことを書いて私たちに渡しやすいようにしたの。でもスクロースボックスって呼ばなくてもいいんだ。スクロースとコレイのボックス、スクロースとコレイ並びに旅人とパイモンのボックス、そう呼んでもいいと思う。こんなところで列挙法を使わなくても。確かにいい方法だね。口頭で言うよりだいぶ便利そうだし。ああ、嘘をつくかつかないかなんて、そんなことは普段口にしないだろうしな。わかった。なら僕たちも準備し終わったら手紙を君たちのメールボックスに入れておくよ。うん、お願いします。じゃあここにいた人たちにはチェックを入れて、他の人を探しに行こう。うんうん、メモしたよ。二人とも内気な性格なのに、こんなに仲良く付き合えるなんて。コレイはモンドに戻ってきてから人にツッコミを入れることが多くなったと思わないか。確かにちょっとね。外へ出かけて昔の友人と会うことは、体にも心にもメリットのあることだよ。かつて歩んだ道で若い感覚を取り戻すというのも、とても有意義なことなんじゃないかな。ああ、だが俺が初めてコレイに会った時、あいつは幸せとか若さなんてことの意味すら知らなかったんだ。でも今は違う。マリン病が完治したことはコレイにとってとても重要なことだった。コレイはとても敏感で内気な子だ。アルベドならわかるはずだと思う。僕があの子の面倒を見てる間に見てきた限りじゃ、あの子は本来活発な子なんだ。ただいろいろ経験してしまったからこそああなってしまったんじゃないかなってね。モンドへ来て植物を探すのも画家を探すのも、こっちの二つの方が口実だったんだね。そうとは言えない。コレイも七星召喚もどっちも重要だ。こういう時は素直にそうだって答えられないわけ？ちっ、ああ、お前の言う通りだよ。確かに俺たちはコレイのことが心配だった。あいつはこっそり何回かモンドへ来ていたが、あまり気分が変わったようには見えなかったからな。もう少し彼女に時間をあげてもいいんじゃないかな。スクロースの助けでそのわだかまりが解けるかもしれないと僕は思うよ。それはスクロースの指導者としての自信？そうとも言える。そういえばスメールの学者たちは学術の関係で特殊な社会関係を構築しているって話は本当かい？君たちから見ればそうかもね。スメールの状況は少し特殊だから。学術都市と呼ばれるのもスメールの全ての資源が簡単に学術と結びつけられてしまうからだよ。スメールでは学術的資源は社会資源に等しい。学問のために家庭関係を築き上げるっていうのも珍しいケースじゃない。まあ僕たち3人はそういう学術をベースに築いた社会関係ってわけじゃないけど、まず一緒に論文を書いたりしないしね。なるほど、論文というのが学術課程の核なんだね。俺たちの関係はどちらかといえば兄弟みたいなものじゃないか。純粋で汚されていない、何の学術の力も介入していない兄弟関係。あんまり認めたくないけど確かに間違ってはいないかな。理解できるよ。僕にも妹がいる。兄が妹を守るのは当たり前のことだ。君たちが言ったことは全て僕の学者たちの都市に対する想像にかなっていた。家庭というのはもともと社会的な関係の交わる場所だ。同じ目的のために築いた家庭の方がもしかするとかえって堅固なのかもしれない。それはそうと、二人はどっちの方が年上なんだい？その話題はやめておこう。年齢から見るともちろん俺の方が兄だ。ただこいつが認めたがらないだけで
君の精神年齢の方が若いんだし、君が弟ってことでもいいと思うよ。それかコレイを一家の姉にしてもいい。ダメだ。俺の方が遅れを取っていると認める瞬間は七星召喚で後手を引いた時だけだ。あっちはあいつらに任せようぜ。全部が順調にいくといいな。オイラたちはまずどっちに行けばいいんだっけ。あ、告知板のところに行ってみようぜ。昼間だったら近くには人が来るはずだし、もしかしたら探してるやつが見つかるかもしれないぞ。